お隣さんと始める節約生活という小説に出てくる表現をご紹介します。少しおちょこちょいなところがあるお隣さん。アパートの内見に来た時以来、えっ、ー、と、と言い,いよどもものなら、 自炊した経験がない俺はスーパーでのお買い物だけでも浮き足立つ。夕食は普通に出来合いのもので済ませてしまおう。お惣菜売り場に向かう。今時の炊飯器にはタイマー機能がある。放冷剤を入れ忘れてお弁当が傷んでしまう。 今日も今日とて同じだ。くそー、悪態をつきながら。苦手ではない、どころか親しみを覚えるくらいだが、いかんせん、このグイグイく黒感じが。あはは、ごめんごめん、じゃあ私はこれからお花を摘みに行ってくる。食費を浮かせるため、スーパーへと足を運ぶ。 制服姿なのはおそらく今しがた学校から帰ってきたのだろう味気ないコッペパンだけにならずスーパーまで買い物に行くのはなかなかこたえるね玉ねぎも一緒に炒めればかさ増しにもなるなんだかんだ節約してもエアコン代で超消しになりかねない これ以上手で口を塞いでいる方が絵面的にやばい。しけた野郎だぜ。今月の仕送りがもう心もとなくて、顔になんて出すつもりはもうともない。座ったのもつかの間、恩を返すべくお鍋の準備を始める。口の中が熱いけど、 病みつきになる。気まずいが自然体でタオルなどを用意する。いろいろと抱いてしまった列状を殺して。やあまあ、お茶を濁すように言いよどませて。学校もない、仕事もしてなければ、おのずと家にいる。放課後、友達と食べてることの方が多い。 女の子の部屋においそれと入れませんよ。炎天下の中、買い出しを5回分で。羽目を外して海にでも行こう。お金を工面するのは難しいだろう。曲がりなりにも本気っぽいし。なあなあで現状に甘んじる。 さすがに節約したいからといって、がめつくないから。持ちつ持たれつの関係で一方的に恩を受けるわけにはいかないようにしている。ギリギリの生活を余儀なくする。損得鑑定抜きに何かしてあげたい。私の料理で君の胃袋を掴んじゃうから気をつけたまえ。 水洋館人畜無害なただの友達。